ロシューオーイコールモワンヌの戦いは、英仏戦争中の1214年7月2日、イングランド王国とフランス王国の間で戦われた戦闘。イングランド王ジョンは、城の包囲を試みたが、安住貴族に協力を拒否されたことで撤退した。1214年、ジョン王は、ノルマンディをフィリップ2世から脱回する最後の試みを開始した。神聖ローマ皇帝夫ー4世。 ルノード・ブローニュ、フランドル・ハク・フェランなどの同盟者を確保した上で、ローマ教皇・インノケンティウス3世への指示も得て、さらに経験豊富な自軍を戦場に借り出すための軍資金も、ふんだんに準備したため、ジョンは戦役の成功を楽観視していた。しかし、1214年2月に、ジョンがポワトゥに進軍しようとしたとき、 彼の進化の多くが従軍を拒否し、彼は騎士を傭兵で賄わなければならなかった。ジョンの計画では、自身がポワトゥから北東のパリに進撃する一方、オットー、ルノー、フェランダは、ソールズベリー伯爵の支援も受けて、フランドルから西南へ進軍した。戦役は初期では順調に進み、ジョンはフランスを大使類率いる軍勢に抗軍で競り勝って6月末には、 安住白領を再占領した。ジョンが重要な城塞である、ロシオイコールモアンヌ城を包囲したため、ルイが劣勢のまま海戦に挑まなければならなかったが、現地の安住貴族が、ジョン王と共に前進することを拒否した。逆にやや劣勢に陥った、ジョン王は、ラロシェルに撤退した。フランス王フィリップ2世が、直後のブービーヌの戦いで、ジョンの同盟者新生ローマ皇帝夫を4世らに、 辛くも勝利すると、ジョンのノルマンディー再占領の望みはついえた。6年間の平和合意が締結され、ジョンは、安住広告を、フィリップ2世に返還し、賠償金を支払った。10月にはジョンがイングランドに帰国した。ありがとうございます。